本日は、ファイブダラーマーガリンというカクテルを作りたいと思います、はい。こちらのカクテルは、シェイクするんですが、シェイクしてリキュールを、3種類使います。そして、生クリームですね、はい、生クリームを使うんですが、はい、こういう、ロックグラスとか、はい、ちょっと大きめのグラスですね、グラスに作るカクテルになってますの で、それです。リキュール自体アルコール度数が、強い、アルコールが高いリキュールは使わないので、飲みやすくて、濃厚で、甘くて美味しいカクテルとなりますね、はい。で、季節柄というか、だんだんと寒くなってきましたので、それもあってこう生クリームとかちょっと甘めのカクテルを作って、ご紹介というかしたいかなという感じになってます。で、シェイクするので、シェイカーをいたします。大きめのシェイカーを出しました、はい。別に大きめでなくてもそれほど、でも大きめの方がいいですね、ある程度大きめの 方がいいかもしれません。で、ベースなんですが、ベース、リキュール自体を分量同じのを使うんで、同じ分量を使うんで、はい、3種類同じ同じ分量を使うので、ベースというか、まず順番は何でもいいと思うんですけど、はい、この安全の核のリキュール、ディサローのアマレット、はい、こちらを、まず入れます。で、こちらがいちご、普通の野いちごというか、ではなくて、気になる木いちごのリキュールなんですね、はい。こちらを作ります。で、こちらの、同じく30ミリ入れます。で、シェイクするので氷を出します。で、シェイクするので丸氷、
角がある氷よりはその角がどうしても当たってしまうのでシェイカーに、シェイカーの中で、まあ、氷自体も当たるんですけど、まあ、できればその角を、まあ、角があるとどうしてもそこが欠けてしまうので溶けるというか、はい、水っぽくなってしまうので丸氷が、まあ、いいといえばいいんですけど、まあ、でも実際氷同士が当たって砕けてしまうんですよ、そんな感じで。こちらで完成ですね、はい。ファイブダラーマーガレットでした、はい。まあ、こちらのリキュールも、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、実際、まあ、有名ところで言うとジントニックとか、カシスオレンジとかに比べれば、まあアルコール感は強いですが、はい、まあ、でもとても飲みやすくて、まあ、甘くて、もちろんそのフルーツリキュールも入ってますし、アンズの核、まあ、アンニンですね、アンニンのリキュールも入ってて、とても味わい深いものになっていると思います、はい。で、本日も、はい、動画の最後にファイブダラーマーガレットのカクテルレシピを載せたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。